はい、どうも、キムチャンスのあやかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、どうでしょうか？心機一転、頑張ります。メガネ。ごめん、これは、ちょっとね、最近ちょっとライブに行ったんですけど、超楽しんだのは良かったものの、照明にやられまして、目が。耳の心配ばっかりして、耳大丈夫かなって耳ばっかり気使ってたら、耳全然大丈夫で、目やられて、すごいこう、バブリーな、ものすごいこう、派手な演出で楽しかったのに、目をね、犠牲にしたんですよ。なので、ちょっと今日はいたわろうと思って、まさかのヒロさんのパクってるっていうね。はい。自分の買おうかな。人の目がね、あんま良くないもんね。合ってないからね、サイズ感が。うん。どんなんがいいでしょうね。メガネって難しくない？なんか、持ってるんだよ、実は。いいやつをね。なんだけど、あれ、ブルーライトね。目はいいので、ドア入ってないブルーライトの持ってるんだけど、あまりにもなんか作業用すぎて、みんなの前で見せれないぐらい、こう、無機質な感じなんですよ。で、これはまだちょっとなんか、伊達目みたいな形らしくて、可愛いなと思って。ちょっと私に似合うメガネがなかなかなくて、なんだろう、自分でそう思ってるだけかもしれないけど、癖のある顔なんでしょうね。なんか、難しいです。メガネ選びとか帽子選びとかはね。はい。ちょっと、いいのが出たら、いいのがあったら買いますけど、それまでちょっとこれ使おう。怒られるわ。はい。今回はめっちゃ悩みました。一人だから。だけど、一旦見て、もうこれいつもと一緒。一旦見まして、私なりの感想ってあるじゃん？それをみんなとシェアして楽しんで、で、また、ヒロさんと、一緒に見ていけばいいかっていうことで、今日は、ロンドオブナイトメア選びましたよ。はい。これなんて読むの？日本語。悪夢のロンド曲？なんて読むんだろう？ごめん。間違ってたら嫌だから、英語で。ロンドオブナイトメアですね。はい。それも悩んだんですけど、まあ、今時系列で言うと、いろんな意見もあったんですけど、まあ武道館好きですよっていう方もいっぱいいたので、今回はライブアット武道館ブラックナイト7分3秒間楽しませていただきたいと思います。ちょっとね、演奏に関してですけど、私前ほら、神バンドのギターお二人の大村さんと、藤岡さんの、もう、お二人の息ぴったりのソロが、すごいよねって話をね、前回してたと思うんですけど、まあ、言うてもそれぐらいのね、感想しか言えなかったけど、でも、ものすごいことだと思うの。なかなかいないよ。なかなかいない。それはわかるの、なんか。なかなか、あそこまでできる、ギタリストの方って、本当にいないってことはわかる。わかるから、本当に感動しました。で、やっぱり、師弟関係、これはその時動画で話したっけ？師弟関係って今やもうなんか少なくなりつつあるけど、まあ海外で言うとちょっとメンターみたいな感じで、師弟関係、師匠ですね。だから師匠っていうのは、まあその昭和時代までの職人さんのような厳しさが薄れてもいいにせよあった方がいいんじゃないかなって思うタイプなんですよ。なんか自分の心の支えにもなるし、恩師にもなるし、いいと思うんだけどなと思いながら、だからこういうのっていいなと思って、見てたんですけど、今回は、どういう演奏が来るんでしょうか。ちょっと、演奏について言及できる部分とできない部分、もちろんありますけど、まあ、そのできなかった部分はヒロさんに、今後ね、お任せしまして、見ていきます。まあ、ヒロさんもいろいろあってね、笑い事じゃないんだけど、マジで。いろいろあって、ベビーメタ見る機会多分増えると思います。まあね、皆さんからしたら嬉しいと思いますけど、私からすると超複雑で、彼からしても超複雑だとは思うんですけど、でもまあ、ベビーメタをね、二人で一緒に見る時間が増えることは嬉しいので、楽しみにしていただければと思います。じゃあ、行きましょうか。7分3秒間ですね。一緒に見ていきましょう。まずは、なので今日はライブアット武道館、ブラックナイトの、映像を見ていきます。いきますよ。だいぶマシだね。やっぱ違うね。なんかね、ライト、体育からやっぱちょっと見えちゃってると思うんですけど、ライト体育からほんと目が痛くなる時があるんです。私あんまならないんですけど、目が疲れてると、ちょっとドライ気味だとね、なるんですけど、やっぱ楽ですね、今日。はい。いきまーす。
いきますよ。3、え、怖いんだけど。はい、いきます。3、2、1、スタート。武道館だもんね。超、なんかライブ感があるな。やっぱこういう始まり方されるといいですよね。生演奏だなって思う。何よ、お三方。始まった。ベースやばいな。これで始まんねや。早弾きですね。ういー、ういー、かっこいい。歌ってるよ、ギターが。めっちゃ音クリア。ウィーって言ったよ、ギターが。ベース。ベースやばい。もう、ギター並みのこう軽さって弾いてるけど、ベースですからね、弦。おー、ベースでこれする？あ、これヒロさん好きやろな。ヒロさんも様子すんねんけど、これ。あ、ごめん、ライト当たってるかな。青山さんやっけ。やばいやばい。好きやわ、この方のドラム。超緻密。やけど、硬くないの。力は抜けてるの。かっこええ。めっちゃ集中してはる。こんなん拍手するって。やばい、ごめん、うるさい、ごめん。あ、なるほど。お、来たよ。ソロやんね。うわ、激しい系か。お、すごいステージ。あ、怖い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 。え、高所恐怖症じゃないん、そもそも、しすーちゃんって。もし、これで怖いわ。なるほど。ちょー。リズムが。あ、いいね、ここ。いいね、いいね。悪夢のロンドね。いいね。めっちゃ似合う、すーちゃんにメロディーライン。
ちょー、リズムがよ、ちょむずいで。お、ちょっと王道なリズムも入ってくる。なあ、リズム変わりすぎじゃない？めっちゃ歌いて泣かせじゃない？うん。めっちゃこういうの似合うね、なんか、すーちゃん。いや、このリズムでよう歌うな。ボーカルエフェクトなのかな？いいですね。異世界感があって。あ、好き、ここ。ちょっとパワーはバラードやね。綺麗じゃんね。美しいよね、こういうの。ちょっとクラシカル。はあ、急に終わったね。終わりました。ちょっと、リズム一曲の中で変わりすぎじゃねっていう。いや、これな、まあ、演奏する人、うん、もちろん難しいと思う。難しいと思うんだけど、いや、ほんまに難しいと思うよ。ね。あの、歌い手がどうこう言うなんて話なんですけど、マジで難しいと思うんですけど、正味、あんだけリズム変わられる中で、でもメロディーラインはメロディーラインのリズムがあって、それを保ちながら歌う、特に最初の方、めちゃくちゃ難しいと思いますね。分かっちゃいるけどずれるってあるやん。分かってる。理解はしてる。みんながこういうリズムを弾いてて、自分はこういうメロディーのリズムやからっていうの、分かってんねんけどずれるってあるから、マジで。こう、釣られるってやつですかね。とか、あと、見失う。どこを今歌ってたか、今どこを頭やったかな、一拍目やったかなって、ちょっとわからなくなる時が、正直あるんですけど、それを感じましたね。もちろん、その、ね、すーちゃんレベルでやったら、歌えるとは思うねんけど、歌えるとは思うけど、って感じ。むずいのは確かじゃない？で、まあでもそんだけこう、表紙が変わったりとかしても、あの、アクセントが変わっても、違和感ないように曲作られてることの凄さとか、歌もそれに翻弄されてる感じはもちろん全くないし、そういうのもいいんですけど、でもやっぱ一番その中でもすげえって思うのは、ちゃんとキャッチーなんですよね。ちゃんとキャッチーで、あの、サビかな、いわゆるサビの部分が、残ってます、ちゃんと私の頭の中に今。それがすごいなと思いますけど。いや、もう A メロか、いわゆる。もうマジでリズムわけわかめなんだけど、私。いや、ちゃんと練習して歌うのはマジで無理。だからまあ、メロディーラインと、かけた月が、ってこのメロディーをまず覚えればいいやんって思うかもしれんやん。でもやっぱ合わせると、マジで、すられるよ？なんか言うねんな。ほんまに。メロディーだけ覚えたらいいやん。例えば、ハモリやったらわかりやすいかな。ハモリ、自分のハモるパートだけ覚えたら歌えるでしょ。歌えるっしょって思うでしょ。すられるんだよね。主旋律にってあるじゃん。それと一緒かな、リズムも。マジで、独立して覚えてもって感じ。まあもちろん独立して覚えた方が早いっちゃ早いけど、こういう時。なんちゅうこっちゃやね、メロ、まず。なんかこの、言葉の頭の入り方もむずいわ。で、サビで三拍子でしょう。マジかよ。ちょっとこれは、マジで、作曲家ヒロさんを呼びたいところですね。ヒロさん、変拍子好きで、変わるのが好きなんですよね。で、多分得意なので、
なんか、そういうのは、多分ハードロックもだし、あとミーシャさんとか聞いて勉強したっておっしゃって、やって言ってた気がしますけど、っていうか、ちっちゃい音でさ、エメロのとこ、ドラムやばいこと弾いてるよな。みんなやけど、聞こえるんかな？ヘッドホンで聞いたらみんな聞こえるよな。タカ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 タって。聞こえへん？でも私ちょっと今聞いてるのがちょっとなんて言ったらいいかな。DVD でちゃんと聞かなわからんけど。やばいな。そうね。で、まあ、変拍子で遊んで、で、サビで、三拍子の、四分の三拍子のグルーブを持たせて、っていうその流れはすごく見やすくていいんですけど、何より難しい。で、このな、日本でとか世界でとかっていうのはあんまりそこはわからへんけど、まあ、少なからず日本でって話になってくると、変拍子でものすごくその一曲が売れるって、あんまり最近多いかもしれんけど、増えてきたかもしれんけど、なくて、この当時とか、まあ、10年前とかで考えていくと、主流じゃないのよね。なんか日本の曲って結構、変拍子でそんなめっちゃ売れてる曲って、一瞬とかっていっぱいあるやろうけど、なんかあんまり技術をめちゃくちゃ、こう、前面に出して、で、こう音楽でめちゃくちゃ遊んでますっていうのが流行ってたかって言われると、この当時。そんな、まだちゃうかな。今でこそ、DTM が当たり前の時代になってきて、やっとこう、音楽で遊んで、難しいことをこう、みんなでなんか共有していくみたいなスタイルが受け入れられてきたのかなぁとは思うんですけど、ない気がするから、この時ね。それもなんか、すごい、チャレンジではあると思うんですよね。まあ、メタルの世界とか、ハードロックとかって全然普通のことや、とは思いますけど、日本人の女の子が歌うにしては、ちょっとリズムでこんだけ遊ぶっていうのは、ちょっとチャレンジングかなって私は思いましたね。海外の方が見るとわかんないけどね。日本人視点だとそう思うかな。これで、すごくヒット曲をっていう狙って作ったのであれば、かなりチャレンジャーだと思います。王道のリズム遊びではないよね、もちろん。そこがちょっと私はグッときたかな。この時代にそれやったんかって。思いますかね。で、まあ、ロンドっていうぐらいですからね。やっぱね、すーちゃん三拍子合うね。三拍子の曲もほんであんまなくない？日本の曲で。三拍子でめっちゃ売れてる曲ってパッて出てくるかな？なんやろ？私、ミーシャさん好きなんで、ミーシャさんとかってパッて出てくるけど、もっとこう、誰が聴いても知ってて三拍子の曲ってなんやろうな。ちょっとパッて出てこんけど、三拍子、歌える人また少ないのよね。スーちゃん三拍子めっちゃ合ってるから、もう一曲、もう二曲ぐらい三拍子の王道な、曲が欲しいなってちょっと今勝手に思っちゃいましたけど、やっぱね、ワルツとか、三拍子、四分の三拍子の曲ってね、なんか独特なの。わかるとは思うのみんな。あ、1、2、3、1、2、3とか、なんかこう、なんていうかな、こう頭の中ではわかるけど、それをこう口で体現していくのって難しいから、三拍子を。なかなかね、意外としっくりこう、ハマるって難しいんですけど、難しいどころかちょっと似合ってるというか、得意そうな感じですよね。この三拍子のグルーブが。すごい乗れてるというか、見てて気持ちいいんじゃないかなと思いますし、残る、やっぱ頭に。この世界観がすごいいい。この、お三方と、スーちゃんのこの図がいいね。ほんで、こう、紙バンドの三人が、弦楽器担当の三人がこういて、スーちゃんが真ん中にこう頂点立ってる感じがすごいいいですね。まあなんか逆を言えば、変拍子の曲がそんなには、日本語の曲で、たくさんあるってわけではない気がするから、あるのはあるけどね、主流じゃないから、変拍子好きな人には超こう、ヒットしたんちゃうかなと思いますけどね。多分ヒロさん好きやな、これな、確実に。私が変拍子をあんまり聞かないのは、聞かなかったのは今まで。最近はね、面白いなと思うんですけど、まあ難しいからってもあんねんけど、まあ難しいだからっていう理由だけやったらチャレンジしてるから、なんかね、こう、音楽の技術が先に立っちゃいそうでっていうか、まあそれはそれでいいねんけど、音楽をすごい楽しむ曲
ていう感じなのであれば変拍子いいなと思ってたんですよ。ちょっと最後まで聞いて。思ってたんですよ。で、でもやっぱ自分の思いを届けて、私表現するのが好きなので、表現するのが好きなタイプの私からすると、変拍子使いすぎるとちょっと頭で音楽しちゃうんじゃないか、みたいな。頭で考えた音楽。まあ音を楽しむって意味では全然いいんですけど、なんか自分のその歌詞の意味を伝えるのがちょっと難しくなっちゃうんじゃないかと思って、変拍子はあんまり、みたいな。変拍子として聞く。そういうものとして聞くのは全然いいけど、自分がやる分にはあんまりかなと思ってたんですけど、このスーちゃんの見たら、あ、そうかと。関係ないわって思いました。それが言いたかった今。どんなリズムが来ようが、どんな曲が来ようが、スーちゃんが歌えばそうなるから、メッセージ性がちゃんと入ってくるから、っていう意味では、なんか、何でもありなんやなと思った。ボーカル次第なところってやっぱりあるな。歌物に関してはボーカル次第っていうのが最終結論だなってちょっと今思って見てましたね。どんだけ、なんていうかな、その、音楽的に遊んでも、最後メッセージ、何を伝えたいか、その曲で、っていうのが伝わってこないと、歌物の意味あるかなって思うタイプなので、スーちゃんはそれを全部やっちゃうタイプなんですね。ちゃんとクオリティも上げてくるけど、最後、結局何を伝えたいのかっていうのを、答えとして出すってわけではなくて、みんなに考えてもらうっていう、歌い方をできる人、歌い方ができる人なので、なんか、こういう難しい曲が来た時に、あ、難しいって拒否っちゃう人ももちろんいるとは思うんですけど、そうならないようにするのがスーちゃんの凄さじゃないかなと思って。まあもちろんサビがキャッチーってのもあるんですけど、あと三拍子は意外と多分、受け入れやすいっていうか、頭で考えると難しくなってくるけど、どんどん。提供側になってくると三拍子って難しいけど、聞く分には心地いいじゃないですか、三拍子って。だから、そういう意味もあるけど、でもやっぱスーちゃん、最後はスーちゃんの歌唱力で、このロンドンオブナイトメアが完成してるっていうのは間違いないと思いますし、楽器隊の人たちが本当に上手いっていうのはもう言わずもがななんだけど、それだけじゃボーカル翻弄されると思うから、この曲は。これはちょっとボーカリストとしてマジでそう言える、確信を持って言えるから、かなり、頭だしね。言葉の頭の入りとか超難しかったんじゃないかなとはちょっと正直伺えますけど。でも、それを思わせない曲の没頭力ですよね。に、尊敬しますね。そこまで練習しなあかんからね。そんだけ行くにはね。ロンドを見てっていう意味はわかりました。やっぱり皆さんが勧めてくださるやつは意味がわかるね、見るとね。あ、なるほどね。これ見てほしいっていう意味はわかるなと思って。ちょっと、なるほどと思って今日は見させていただいた回ですね。はい。ということで今回はベビーメタルの、悪夢のロンド、ロンドオブナイルメアを見させていただきました。一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。